大丈夫大丈夫力私のこのカメラ これに映りますんで、多分見やすい場所とか見にくい場所とかあると思うんで、はい、これはもう丸く刈り込んでもいいようなもんですけどね、うん、だけど要するに見えた鳥ですよ。例えば これね、強すぎるし、もう、うん、本当はこの辺で切っちゃいたいのね。ここで見た方が見えやすい。わかります？うん。少なくとも。お母さん、ここで見た方が見やすい。このシーンはなくてもね。まあ、順番で言うと、見て、大きい枝で強いのがあれば、それをまず抜く。あと、こういう中に向かってる、これ内向枝ですよね。輪郭の中に向かってるから、これは抜く。あと、これもちょっと方向悪いから抜く。これね、抜くね。それで、少し外目に出てるやつを残して、切るんですけど、この辺もだから、枝数としては多いのね。強いの抜いてやると、こういうの透けてくるでしょ？それで、残った枝の、これ、弱い枝を残して、強いところを取る。これも、これも弱いところに切り戻す。切り戻しですよ。要するにね。刈り込みっていうのはここで輪郭でバリ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 ってこう刈り込みバサミでこういうふうに切ってくるじゃないですか。こういうふうに。こうやると、ここがてっぺんになるでしょ？で、腸が優勢って言ってね、ここに栄養いっちゃうんですよ。と、ここから茂ってさっきの枝みたいに。こういう枝がツーって出るのはそういうことだよね。うん。これは、ここで切られたわけよ。こういうふうに切るのがここで切られたわけ。するとここの切られた切り口からバーって出て強いのが出てる。こういう枝を作らなければ楽になるでしょ、剪定が。ね。だからこういうのもこういうふうにここで切っちゃわないんで。これできるのはもう刈り込みですよ。じゃなくてこの脇の枝。こういう脇の枝を残して、こう切って、この枝先詰めなくても、もう弱い枝だからそんなズーンっていうのは出ない。こういうふうに弱くしていくんです。これは切り戻しです。で、刈り込みっていうのはこう切り詰めなんでね。こういうのね、こういう枝の、これは切り詰め。こう切り詰め。切り詰め。切り戻しっていうのはこれを生かしてこっちを捨てる。戻す。だからこういうのも、ここをいじんないで、もうちょっと、この間ほら、なんだっけ、ベニカナメやった方と同じでなんですよ、要領はね。この間ももうこの辺いじんなくていいと。ここの辺の輪郭にしたいんだったら、ここに足してるね、これとか、これとか。この小さくしたい輪郭に達してる、あるいはその内側にある脇芽が残るように切ればいいので、この辺のこれを残そうとしたら、もうこっちいらないんですよね。こっちいらないんですよ。これが残るでしょ？これもこの辺残したくて、これを残すんだったら、こっちいらないでしょ？でもここに輪郭になりますよね。これも。これも結局ここにすれば、ここの輪郭になる。同じように、これも、ここで攻めようとしないで、これがここに足してんだったら、ここまで行っていいじゃないですか。ここまでね。こうに切ればちっちゃくなる。これもです。小さくしたければ切り戻す。途中にね、あるんですよ、必ず。必ずって言ったけど、本当はね、あった方が、あるべきなんだけど、こうに中の枯れちゃうのね。これは枯れちゃうっていうのはもうほら、光が入んないからね。枯れてっちゃうの。こういう枯れ枝になっちゃう。ここまで戻したいなっていう時にもうこれ枯れちゃう。枯れないようにするためには中にも日が入ってないと、中に日が入ってればそこに存在価値があるわけだから、大丈夫なわけですね。っていう感じなんですよ。とにかくこの中は密集して混んでんだけど、
なんで混んでるかっていうのの原因をね、よく見る。例えば、いらない枝がたくさんあるわけね。だから混んでるの。例えばこれですよ。ここにあるこの枝を、皆さんよくこう、手繰ってってください。どっから出てんだろうって、これ。これね。そう、あんなところからですよ。これでも、樹幹を作ってて、刈り込んだとしたら、これ見落としてるわけよ。これいらないじゃないですか。邪魔なだけでしょ。だからこういう変な絡んでるし、変な影響してるのはどこの出どこだっていうのを探していく。そうするともうこっからいらないんだね。こっからいらないんだよ。これね。これ。これ引っ張り出しますよ。こんな、あれ？こんな枝だよ。こんな枝だらけなわけね。間に何にもなくて。うん。だこういう枝をまず探してほしいわけ。こういう絡み枝とか、中に行ってる枝とかね、たくさん、小さいのも言えばたくさん。だからもう切り戻したら、こう弱い枝に切り戻したら、戻したらこれはいじらない。これでいいんです。こう戻したら、これそのまんま。こう戻したらそのまんま。こういうふうに切ってもいいし、こっちで切ってもいいし、ちょっと立ってる枝ってあんまりいらないんですよ。ちょっと斜め上に向かってる枝を残してやれば、ここに空間あっても全然構わない。こういう枝も強いのなくてもね、輪郭は作れる。で、これとそれとこれね、だから散歩3つに分かれて、はい、まあ同じことですからね。金木犀もこの間やりましたけどね、届かないって言ったけど、今回はもうなんていうの、届くところで切る剪定にしてもいいと思うんですよ。はい、もう頭いってんのがいくつもあったり、さっき言ったイミエダってこれにもたくさん入ってますよね。あ、高さを、あ、このぐらいにしたいんだ。はしごを使わなくて剪定できる高さにしたいんですね。はいはいはい、年寄りだから。あ、なるほどね、うん、そしたらだからこういう枝はその辺のいい高さですよね、これ、うんうん、この辺が仕上がるようにするんだったらこっちいらないですよね、もうね、うん、こっからいらないでしょ、うん、こういうふうにね、そしたら下がりますよね、うん、そういう感じでみんなこの辺も少しずつ、はい、そうですね、これなんかね、もう中に向かってるでしょ、そうそうそう、こっから行っちゃっていいの、そうすると低くなりますよね。こういう感じで抜いていきましょうかね、はい、どんどん聞いてください、それしかないな、聞いていただいて、小さくっていうとこういうことですよね、この辺の葉っぱで作る三つ葉筋、はい。三つ葉筋。あんまり綺麗じゃないよね。うん。綺麗じゃない。うん。綺麗だ。いつ頃剪定する？やっぱ花終わってからね。終わってからですよね。うん、その方がいいと思います。終わってないんですよね。終わってなくて、綺麗に咲いてないので。まあ、とにかく枯れ枝とか取るのが先ですよね。先ですね。ええ。じゃあ花咲く前に枯れ枝だけでも取っても綺麗に、うん、になると思いますよ。でもやっぱりちょっと花の様子を見てからの方がいいかな。うん、花後の剪定がいいでしょうね。はいはい。あとはこれですね。これが今咲いてる。そうですね。咲いてから。そう、咲き終わる頃にやるといいですね。どうなんだっけ。ただ雪柳とかも枯れ枝結構いっぱいありますよね。これを取っちゃってるのがトキ。うん、枯れ枝はもう取った方がいいですよね。でも取っても構わない。そうですよ。だって今度みんな枯れ枝じゃん。ほら。これも。アジサイとかもそうですけど、枯れ枝がやっぱり邪魔してるんですよ。枯れ枝だらけです。うん、枯れ枝取るだけでもやっとくと次の剪定の時はすごい楽ですからね。はい。あと太いのはどうですか。あ、太いやつね、うん、うん、それはまあ
剪定の時でもいいんですけど、うん、もうとにかくこう古くなって、うん、あの枝がなんか小分かれしてるような枝っていうのはもう花つきも悪くなるんですよ。だから若い枝に切り戻す。例えば こっちの枝とこの枝だったらこっちの方が若いんですね。あの肌見てなんていうのかな、色が薄いを残して、でこういうこうもう小枝ばっかりになってきたやつはもう取っちゃってもいいんですね。はい。だからこの枝自体はもうすごい古いんですよ。ただここはもう若いのが出てますよね、うん、そうすると古い方は捨てて、まあこれから花咲くかもしれないけどね、はい、古い方は捨てて、でこのこっちの若い枝を残していく、うん、でそこからまた若い枝が出てればそこのところまで戻してもいいし、こういうふうに、あとこう垂れ下がるようにやっぱ雪柳作るじゃないですか、はい、それはどう、はい、それはもうとにかく枝先を詰めないことです。はい、もう咲いてる時でもこうとこっち飛び出てるからってちょんとやったら、うん、ここから細かい枝になっちゃうんですよ。だからもうこの先はいじらない、いじらない、うん、こういう枝を残してこう切ったらさっきと同じ、はい、残した枝の枝先を触らない。あとはその、はい、すごい暴れてます。ああ錦木ね、はい、うん、これ暴れて見えるのはやっぱり変な枝なんですよね、うん、こういう枝とか、うん、で、あと枝の途中で切っちゃってるから汚らしい、うん、これも枯れ枝取って、でこういう若いのを何本かは方向のいいのは取っといて、こっちがダメになってくるからね次第に、したらその時までにこっちをいい形に作っといて、それであの切り替える。これとかね、こういうのが傷めるんですよ。はい、交差してここが癒着したり、風で揺れて傷になって、もう傷になり始めてますね、はい、ここでも交差してるからこれは抜く、はい、太いけどねこれ、うん、あそれか こっちを抜くかですけど、でもここでも交差してるし、でもここもね虫食われてるでしょ。わーもう食われてる、ね、だからこれもあんまり寿命長かないね。だったらこの太いのを切っちゃってこれを生かした方がいいっていうことですよね。そうかもしれないですね、うん、でもこれもねこっちからこっち行くような素振りしながらこっちでしょ、うん、あのね上から見た時にあのこう放射状にこう均一に出てるように仕立てると管理もしやすいんですよ、うん、だそれがこっちからこう行く枝がこうなってたりとか、うん、それをさばいていくんです。はい、だから細くともこれなんかはいいんですよね、うん、これとかこれ細いけど方向はいいんですよ、うん、はい、だこれをどうするかね、であとここの根元にもう切り残したやつがいっぱいあるので、これをもうめんどくさいけど切るしかないですね。ありますね、虫入っちゃうとね、うん、抜けるか、うん、そうね、あれがなくなっただけですね、すっきりしますよね、まあ、要は変な枝が多いんだよね。これもなくてもいいんじゃないのかな。あの三つ股になってたらちょっと迷った方がいいね。こういうふうにね、三つになってると何かしら問題があるんですよ。うん、二つにしようとすればなんとなくまとまっていく。三つならまだいいけど、四つ分かれてたらもうどれかはその段階で減らした方がいい。これもなんか交差枝になりつつありますよね。これがここで引っかかってて、もうそこが傷んでますよね。ここね、ええ、傷んでますね。でも うん、これは、うん、これは残せるから、うん、これはもうここでなくしたとしても、うん、こっちを抜いちゃった方がいいのかな、うん、これこっちまで行っちゃってるもんね。これ弱ってるかな。うん、弱ってますよね。はい。うん。これはなくして、
ぐらいのやり方をしていかないとよくはならない。まあ、なんとなくいい気になってきましたね。あとはこういう強いのをね、弱くしとく、うん、これ残しぐらいにするか、その上でもいいですし。日が当たるからいいよ、このが。でも向こうと関係してるけど、ここ重なってるっていうのは、こっちの干渉はどうしてた。ああ、そうですね、うん、じゃあ落とします、はい、本当はね、こういう落葉樹ってこの真ん中抜くと、これが鈍角になるでしょ、うん、角度が、うん、そうすると自然っぽくなくなっちゃうんですね。ここで切ったらダメな、うん、ここで切ってここで切るか、うん、そうします。こういうのも細かに詰めていけば、あるいはもうこれ中入りすぎてるからこっち使っていくんだったら元から取るとか、でここもほら4つ5つになってるでしょ、そういうのをあの整理するんですね、せめて3つとか2つに。あ、でもこういうのもこういうところでこうやっておくと、あの、うん、おなんていう形はおとなしくなりますよね、切り戻しておくとか、はい、二枝にしとくとか、今はかっこ悪くてもね、こういうところも低く育てたいならもうこっちの枝にして、これが立っていかないようにするとっていう細かいところまでやってもいいし、でもその細かいところやる前にやっぱり絡み枝とか、はい、そうですね、でここもほら3つになってるでしょ、うん、この3つになってるのを2つにする、うん、これを取っちゃうわけです。それがいいかもね、うん、ということです、うん、どうですか、ちょっと切りすぎてますかね、どん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 。いやいや大丈夫よ、大丈夫だけど、この上枝残しはちょっと考えた方がいいのと、これね、これ、うん、これね、うん、こう、これ内向に近くなっていくでしょ、はい、だから、いや、それも、そっちも同じなんだよね。どっちかっていうと、この、こういう枝にの切り替えていかないと。なるほど。こっちか。うん。そう、下から斜め上に行ってる枝。で、そうですね。いや、まともに上向いたやつは。そう、芯になっちゃうからね。そう、こういうのもね。あ、こういう切り方ダメよ。もう中途切りは絶対ダメ。で、これを残すのも意味がないですよ。今言ったように、これ、こういう枝を残して、こうなるんだ。そう、同席にならね、もうそういうこと。だってこれだって内向してるからね、はい、もうここから切ってもいいぐらい。こう切ってもいいぐらい。はいはい、ここ空いても構わない。ああ、なるほど。はい。だから切り残しダメ。もうこういう切り残しダメ。これ全部切り残しですよ、これ。切り残しだし、はい、これは切り戻しにもなってない。はい、うん。これダメな、ダメな。あ、こっちもひどい。こういうの。あれひどい。俺より、ここです。はいはいはい。きちんと切ってあれば、こんなにね、切り口が目立つはずがない。いい加減に切ってるから切り口が目立つ、やたら。もう、中途切りしちゃダメですよ。中途切りした人はもう切り直して。絶対切り直しさせますからね、僕見っけたら。中途切り、でも、切れない。切れなかったら切れる人に頼む。中途切りですね、切れないってことはないよね、はい、これダメよ、これ、こんなのダメなの、もうこれひどい、もう枯らしたいのかっていう切り方ですよ、こういうのダメ、もう大変だけどここで切らないと。でもここでなんで切ったのかはちょっと分かんない、意味が。あの、切り戻しになってないのね、意味が意味分かんない。これもダメ、これ枯れ枝になっちゃうよ、これ、この残したって、これもダメ。こんな切り方するんだったらダメ。で、これも、この辺も違う。切り方が違うっていうか、残ってる切り方も違うけど、その切り戻しじゃないです。これもう、うん、ただ枝切りっていうか、枝抜きしてるだけで、切り戻しになってないんですよ。切り戻したところには必ず枝が残る。はい？
これはね、そう、これはそうよ。だけどもうこういうのさ、こういうのとか、もうこういうのとか、だかなんでこういう、これを切ったのかなんですよ。これを切った理由がわからない。これに、ここにあった枝に戻して、ここで切るならわかるよ。ここに枝が残るんなら。こういう切り口が見えるっていうのはもうおかしい。そうね、剪定ができてないってことです。こういうの。ただ切っただけです。これはまだわかるよ。これ内向枝だったのかなってわかるよ。これはね。うん。でもこの辺に至っては全然わからない。意味が。こんな残し方するならもうここから切っちゃうしかないの。これ残しとく価値もないし、ダメだね。うん。こういう風に切るよね、普通。切った後には枝が必ず残るはずなの。切り戻しだから。うん。これなんかだってこっちにいい方向にあるのに、こっちを切るんじゃなくて、こっちを切るんならわかるよ。ここに枝があるなら。こういう風に切るならわかるけど、これ切っても意味がない。これを残したいんだったら、こう切るでしょ、普通。これを残したいから、ここで切るでしょ。これをここで切るのはおかしいでしょ。意味がない。枝が残るはずなんだもん。わかるかな。ちょっと難しい。だから、こういう風に、さっき言ったように、これとこれを残すように切るって言ったら、これを切るでしょ。これを切るから切り口ここにできて、これも残るじゃない、だから、うんうんうん、だけどこういうところってこれを切ってるじゃない、うん、そうだね、生かす枝を切っちゃってるから、そうじゃない、生かす枝以外を切るんだからこう切らないと、これを生かすんだったらこう切らないとね、これをこう切っちゃダメよ、こういうふうに切っちゃダメ、しかも切り残しちゃダメでしょ、これでも残すんならここで切る、はい、若い枝はね、うんうん、絶対枝は残って、枝の元に切り口が見える、こういう残り方じゃないか、おかしい、うん、これほら高いよね、はい、どこに切り戻しますか、うん、少し切り戻してさ、こっちの葉っぱと同じぐらいのところに輪郭を持っていくにはどこで切りますか、うん、それを内側に向いてるでしょ、あ、内側向いてます、うん、だから向いてるようにして、うん、のが残った方がいい、そうだね、そういうのとかこれが残ればいいんでね、あ、じゃあそのだからここで切るか、はい、その上で切るか、はい、そういう感じでしょ、ここで切って、うん、はいはい、いいよ、いいよ、うん、そうよ、その切り方よ、ほんでもういじらない、うん、はい、そう、そしたらそういう切り口になるでしょ、それでいいんでしょ、うん、そう、うん、そう、そういうことよ。で、これちょっとゴミゴミしてるじゃん、あ、はい、これね、はい。そう、それもだから、ゴミゴミしてるからって言って、その10本ある枝を5本にするんじゃなくて、うん、残した枝の上で切るだけ。そう、だから例えばこれと、これ残すんだったら、ここで切ればいいじゃん。これを残す？そう。そう。うん、それでいいの。そういうこと。はい。品目はどうだろう、こっちは。どうですか、こういうのね、はい、これな、中に向かってる枝だから、ね、こっちを残して、ここで切った方が綺麗に見える、はい。そうですね。で、切り残してるからダメね。はい。これこういう切り残しはダメなんですよ。ちょっと残し、もう5ミリでもダメ。私すごいうるさいですからね。はい、いやもう言ってもらった方が、はい、これもここまで切らないですね。こうやって残した方が、はい、まあいいね。はい、これいらないですね。いらないけど、まあちょっと寂しいからね。そのぐらいはね、いいんだよ。はい、うん。本当はいらないけど。はい、そう。こういうのも、これ強かったら、例えばこういうふうに切るんじゃなくて、はい、こういうふうに切るんじゃない。これとか、これとか、っていう切り方ね。うん。これも今ここで切ってる、これが残ってるから、まあいいんだけど、ちょっと濃く見えたからね。ハサミ入れたいなっていう時に、さっきの、こういう風に切ってたわけ。これ残しで。残った状態が。内側向いたんですね。そう。じゃなくて、そうか。ここで切った方が綺麗なんだ。そうですね。はい。確かに。そういうことなんです。これも、これちょっと。後々のことを考えると。そう、綺麗だ。これちょっと切ってみます？これ。ちょっとゴムゴムしてるでしょ、これ。
これですね、うん、だからどれとどれを残すか決めてもらってまず、どの方向がいいですか、うん、こういうの、うん、これはもう切りたいですね。どれ、この塊はもう、ね、あ、そうですよね、落としたいですよね。であと残すとすれば、うん、これ残ってもいいし、あ、これか、あ、これですね、これ残ってもいいし、あ、まあもっと言えばこれとこれが残ればいいようなもんなんですよ。これ下の差がこれを残してもいいわけですよね。そうそうそう、これを残したい、まあなるべく小さくするって言ったらこれを残してここで切りますよね。下向きのはなんかあんまり意味がないのかなと思って、はい、いやいや下向きの方がおとなしいんですよ。あ、うん、あ、でこの分、そういう場合はこの3分岐になってる、はい、ちょうどここで切ろうとした時に、ええ、こういうふうに入れちゃっていいですよ。なるほど、ええ、はいはいはい、こういうふうにやっちゃっていいです、はい、ちょっと気がする。あるいはこういうとこね、はい、これも落としながら、はい、こういうふうに外を残して。これいいですか。はい、ですよ。ああ、でこれを、そうです、はい、それでいいです、うん、でもういじらない、いいです。でこういう強いのもね、これも弱く詰めるならこれだけ落としますよね。だからこの時も切り残すと、こういうふうに切り残すと、ね、同じような徒長枝が出るの、はい、また、はい、だから付け根で切んでもきちっと切る、はい、でもここの場合はこれも強い枝だし上行ってるでしょ、だからここまで行っていいんですよね、はい、はい、そうです、はい、でこういうのは気になれば詰めてもいいけどね、はい、まあどうでもいいんですよ、うん、ね、こういうふうにしておけば、はい、はい、どうですか。小さくなりましたね。少しなりましたね。うん。これがなんか強いのかな。ごついですよね。どうしようか。この枝が残ればいいかな。ちょっと細いけどね。なんかやっぱり枝分かれが多くてゴミゴミしてますよね。でもここで切ったらどうですか。このぐらいでいいんじゃないですか。これもこれはもう戻せるんじゃないですか。ここでこれも、ええ、それちょっと突っ立ってるから元ここでいいですよ。元でここでいいですよ。うん、この枝残せば、はい、ええ、それ元でいっちゃいましょうね。はい、これもちょっともうダメでしょこの枝。この下の枝でこれ大事にしとけばこれか、ええね、ちょっとごついもん、ね、あ、中枝抜いちゃってるな。そっか、うん、うん、ちょっとね切り方が違うんだよな。ここはちょっとまだ見つけてるんで、これからなんですよ。うん。例えばこれなんかも、ここで切ってるけどね、まあ、内小枝っていうこともあるかもしれないけど、でも木の高さ下げたいんだったら、むしろここを残してこっちを切るべきでしょ。ええ。こういうふうに残るはずなんだけど、こういう切り方っていうのは、戻すべき枝を切ってるんですよね。切ったところに枝が残んないのはおかしいんだよね。これはだから切り戻しじゃないんですよね。切り戻すってことはこの枝がありきでこっちを落とすからこれが残るんですよ。残るべき枝を切ってるのかな。うん。ない小枝はしょうがないですよ。こういう切り口は理解できるんですよ。これを切るのもしょうがないんですよ。戻すんだからこう切って残っ、切り口の脇に枝がないとおかしい。脇に枝が残んないのはおかしいんですよね、切り方がね、うん、難しいけどね。切り残しダメですよ、こういうのダメですよ。
これこっからここまで枯れちゃうんですよ。うん、こうですね。そうですね、うん。はい。そうです。そういうことです。どう？こういう、はい、もうすでにこう一回ですね。はい。わーっと切っちゃってこういう小ぶになってるところってどうなんですかね。あ、その下の枝にね、もう切り戻しちゃった方が楽。あの小ぶをね、整理するより。これだと、この高さにしたいわけだから、はい、もうちょっとこう下げて、はい、下げるとこっちになっちゃいますよね。こう芽が出てくるんですから、この辺から。ああ、そこからも出ますね、多分ね。はい。思い切って、頑張るんだけど。うん。いや、思い切って切っても大丈夫ですよ。特に頭だからね。うん。だからこう、大丈夫ですか？なんかハサミ逆じゃないですか。こういう向きで入れた方がいいです。いや、こう握って。え、こうですか。こういうふうに。だから、こういうふうに使ってらっしゃるから。ええ、逆ですよ。こういうふうに。こう。そう、そう思って、そう。そう思って普通に上から。うん、いやいや、逆にしないで。そう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 。こういうそ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 う。はい。そうです。だこれももうこの辺のコブが嫌でこっちに切り替えたいんだったらここで切ったっていいですよ別に。向こう、ええ。これが切り戻しなんですよ。いいですよ。そうするとすごくすっきりした。はい。小さくなりましたか？今から始めたんで、ここ切っちゃったんですけど。はい、はい、いいですね。あとこれが、はい、この中の3本。はい。だどれを残すかですよ。どれを残すかで。はい、ここ切っちゃったら、ここ間延びしてますかね、やっぱりこの辺りで切った方が。まずこれは枯れ枝だから、なくなるでしょ、うん、これ残す枝か、どうかなんですね。弱めんだったら、こっちを切って。でもこれはどうなってるの？ちょっと見えてない。この枝もあんまり良くないですよ。ですよね、うん。ってことは、ここで切っちゃったら、こっちをとりあえず落としたら。これ落とす。うん、これ落として、これは落としてもいいでしょうけど、うん、今ちょっとこのまんまにしといて枝が吹くかどうか待ってからのがいいかな。この辺出るかもしれないでしょ。そうですね。うん、したら出てくれた方が枝、うん、この枝、ね、うん、そうそう。だから今慌てて切んなくてもいいけど、これ残すよね。こっちはこれを切りましょう。はい。これでいいですか。はい、いいです。小さくなくちゃいけないですよね。うん、これとこれが絡んでるね。はい。これ切っても。そうですね。これ切ってみてもね。これ取れた。あれだ。あ、ほんとだ。やだな、切んの。切っててね。そう。高くなりすぎてるな。もう低くしていくんなら、もうこれ頑張ってもらうしかないね。うん。まあ、脇芽吹きますからね。どうなってた。こっち落とし、これは落としてもいいですか。これを落としてもいいですか。ね、なんだろう。どうしようかな。うーん、あまり低くなりすぎて。いや、低くしたいんだから、いいんじゃないですか。そこで落としても。はい。この辺が生きてるといいんだけどね。そうですね。なんかちょっと怪しいかな。いや、もうこれダメでしょ、多分。ああ、ダメだろうね。どこ？うん、でも私だったらこっちだけ切って、こっちのこの枝は残して、ここで戻しとく。ああ、そこまで。うん、ぐらいにしといた方がいいかな。これはいらないですよ、これ。こっち。はい。あまり大胆すぎちゃってます。あ、その下です。この枝を残して切る。これを。だから、ここです。ここですか。
そうですか。そうです。うん、皆さんなんか枝引き抜くときに思い切り良すぎて残した米をみんな買いちゃうんだよね。はい、あのエゴのお見本を見せていただくと。何の？あ、エゴ。あ、エゴ、はい。それで、ここは一時、はい、今度金曜日の作業日の時に続けてもらうっていう形にして、はいはい、ちょっとエゴを見せて。はい、わかりました。ちょっとその前にここの部分の、はい、あの反省点を今言いますんで、はい、じゃあ一回集めてもらって。はい、いや、ちょっと、あれ、いいですかね。今ここやってもらった部分で あの私の感想だけお伝えしておきます。で、同じことして欲しくない部分とかもあるので、注意点を言っておきます。切り方分かってきた方もすごくいらっしゃる。反面、まだちょっと分かんないけど、一応みんな切ってるから自分も切ろうかなっていう人もちょっといるかなと。だったらどっちでもいいんです。それはまだね、あの、うまいところで切れなくてもいいんですが、切り残しが多い。この枝切ろうっていう時ね、こういうふうにちょっと残して切ったら、私付け根で切ってくださいって必ず言います。必ず。だから私に3日のようにうまくやってくんないと。ただこういう中に入ってるところでもこういうふうに切ってて、ここの切り口ね、皆さんこういう切り方する人はどうってことないと思うかもしれないけど、僕が遠くからでもすぐ見つけます。もうこういう切り方は。枝の流れを邪魔してるでしょ？これとこの枝とこの枝が二分岐してこう行こうとしてるのに、このぼっちが邪魔してんだよね。これが。これだけのことですよ。たったこれだけのこと。ここで切んのも一回、ここで切んのも一回なんだから、一回でここで切ってください。そしたら枝の流れは綺麗。まず綺麗っていうこともあるし、とにかく、切り残したところ枯れて、枯れたところがこんだけで済まない。木の中へ枯れていくから、もうそれはもう、とにかく私はもう、うるさく言います。で、そういう悪い切り方がまだいっぱいある。ちょっと切り方のいい加減なのが多いので、それはもう、みんなでもう言い合って直してください。それと、皆さん夢中になって、あ、この枝切ろうっていう時にガサッと入ってって、この、なんていうの、脇に残そうと思った枝を変えちゃうの。引っ掛けて。それと、ノコ引いて、大枝と切れるでしょ？それをね、バーってやっちゃうの。思いっきり引き抜いちゃうから、切り戻し剪定の意味は、脇枝を残すための剪定なんですよ。せっかく残してんのに、枝を引き抜くときにみんな折っちゃうの、バキバキって。で、枝切るときに入ってって、袖とかでバリバリって切っちゃうのね。それが非常にもう惜しい。そこに神経を使ってください。残すんだ。剪定って切るのが仕事じゃなくて、残すのが仕事なんですから、上手に残してください。丁寧に残してください。その2点です。切り残ししない。それと、残した枝を大事にして欠かない。そっと木の中に入る。そういうことです。それだけです。だいぶ容量は分かってきたように思いますんでね。はい。お願いします。で、これからエゴの木をちょっとやります。ちょっとね、先を想像してみます。で、これも芯になっていけば、ここの幹をここで切れるというところです。立ってます。で、これ高さ下げるときに、この枝もみんなこう横へ張ってるから、枝の具合としては下がってるからね、幹で切った時に残った枝が横へ張っちゃう。下って？
これ残しならば広がっていくから、ああいいですね、残すと後ろに向いて、そうですね、いい判断ですね、はい、ああいいですね、いい感じですよ、すごいな、飲み込みがいいな、俺なんかそれを覚えるのに3年4年かかったもんね、なんでこんな30分で分かっちゃうんだろう、そうですね、それはね、あ、ちょっとヒント言うと、あのちょっと越境気味なんですよ、あのというのこの枝の付け根がね、これがこっち行ってるでしょ、この枝はこれでこっちがテリトリーなんですよ、この枝のテリトリーに入ってきてるってことはもう抑えなきゃいけない、だから本当はねそこぐらいなんだよね、いやもう本当はその枝細いけど、そう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 、向きとしてはそこなんですよ、その細枝、うん、の方がすっきりはしますね、ただあの残した枝がさっき言ったように細すぎるから行き着くかどうかは賭けです、でもねこの時期だからね、この2月だからまだいけるかなって、そうだ、その小枝の上から切っちゃうと小枝切り落としちゃいますんで、ちょっと切りにくいけど、この下から刃を入れて、そうそうですそうです、その苦しい状態で切らないと、そういうことです、皮むかないようにお願いしますね、はい上手です、うまくいきました、はいありがとうございます、良くなってきたんじゃないですか、今の切り方はねちょっとごつく見えるでしょあそこね、だけど先のことを考えるとあそこで止めておかないとその下の枝がダメになっていくんですね、上に重なっちゃうからね、はいはい、上から2本ダメだ、こっちに中に入ってる、それを切りたいな、それを切りたい、ああそういいですね、いいんじゃないですか、そういいんですか、いいじゃないですか、はい、そうすると全体的にだいぶ短くなるだろうな、そうですね、今そこが出っ張ってますもんね、はい、ありがとうございます、YouTube を見せていただくと、はい、すごく勉強になるので、はい、やっぱりあの何回も自分たちがこうやったところを見るのはいいかなと思って、ああいうふうに載せていただくとありがたいと思います、はい、そうですか、はい、ああよかったです、はいはい、わかりました、はい、よろしくお願いします、どうもありがとうございました、ありがとうございました。どこまで切り戻すか、要は切り戻しですよ、切り戻しです、この枝にこの大きい枝を戻す、
線抜かないと中結構枯れてますね。そうか、ガレガレなんで少し余裕に抜いておきます。はい、すごいな、胴吹きが。なあ、変な吹き方してんな。なんかね、切りにくい。ああ、ひどい吹き方してるから。ああ、3年って感じか。3年経ったって元に戻ってねえんだもんな。うん。なあ。ちょっと切り詰めるところが多くなってる。そうね。戻せないとこあるね、確かに。中枝枯れちゃってんしな、遊んでて。どうしようかな、それ頭ぬ、どうしようかな、それな、どうしよう。これ自体がもうなんか元からいらなそうです。いらないんだったら落としてほしいな。はい、いや、その元からもうその上の枝もちょっと強すぎるから、はい、あ、じゃあもう外しちゃいます。外してくれ。ちょっと後で引っ張り出しますんで。外からもらう？はい、誰もいなければ投げちゃいたいです。ああ、じゃあいいよ、投げて。キー高田くん、この辺の枝払ってくれる？はい、これ、
これはもうこれ残しで。もうこの先。うんうん。そっちはどうしようかな。そっちはそれはちょっと残さないと輪郭なくなっちゃうな。うん、強いけどちょっと細いの残して、それとか、うん、こっちの細いのとか、うん、なんじゃこれ。まいっちゃうな。こういう肌がのっぺりした枝はね、とにかく強い枝がどんどん出るんですよ。だからさっき言ったあのこういう枝からはいい枝は作れませんって言った、そういう枝なんです、うん、肌がなんかつるんとしてのっぺりしてる枝なんじゃないですか。そうです。で直線的でのっぺりしてるでしょ、うん、そういう枝は使える枝は作れないんですよ。若いっていうだけで。え？うん。うん。それ。そのケツ乗っけてる枝は輪郭つくのに必要なのか。こいつが。もうそれが嫌だったら、はい、もう元でもいいぐらいだね。うん。行き過ぎ？これ嫌です。嫌でしょ、うん、でかといってその隣の外行ってるのもいい枝ねえじゃん。はい、こ
ボイラーが残ればいらないと思う。いらねえだよ、はい、落としたやろ、はい、うん、センソーいる。センソー欲しいです。センソーできるか。そう、こんな、こんな太いんだもん。内向枝っていうか立ち枝。でも、え、持っててくれる？うん、こっち落とすか。いいよ。これは使わないといけないな。使う、そうですね。悪くはないね。うん。うん、これもこれでいいですか。うん、うん、それ残った枝先だけ詰めてくれる。はい、もう普通に詰めちゃっていいですか。そこだけだ。あ、うん、うん、それも、あ、それ一番太いの抜いていいよ。あ、いやいやいや、あ、ここで、うん、オッケー。俺左回りしたいからこっち、こっち行っていい？右利きの人はこっちからこう回った方が切りやすいんですよ。ええ、
やりづらいよ、人の後は。もう考え方違うの。そうですね。うん。え？それ残しぐらいだね、でも。ここ外して。うん、そうだね。うん。え？うん、分かるようになるでしょ。投げます。そのうちなんでそこで切らないんだろうってさ、イライラするようになるんだよ。そこじゃないよとか言って煽られちゃう。やりづらい。まあそうですよね。もう数やればね、この辺に枝がある、こういう枝があるはずだっていう予測が立つんですよ。もうその右隣、そう、それの残しぐらいで行っちゃって多分いいね。うまく残してくれよ、その枝、こういう枝、それがないとどうにもなんね。この後ろもどうしようかな。うん、いやそれでいけると思うよ。あ、いいよ、できてる。で、今残ったやつちょっと詰めて、さっき最初に切ったとこの先切り戻して、うん、その辺、うん、行っちゃっていい。うん、うん、はいはい、んなもんでいい。で、その右だ。それを、あ、小枝あんだな。そしたらそのコブのところは落としてだけど、うん、そこ掴んだとこの上の、今左で掴んだとこの、うん、それはもちろん残して、そう、今の、今右手で掴んだやつを残さないとダメかな。そこでいいと思う。それいらね。うん、内向だ。こんぐらいはちょっと下枝ないと目隠しがなくなりすぎですよね。あそこに窓があるから上はいいけどね。まああの辺はいくらでも後で調整で切れるからね。うん、ああいいんじゃね。で、今残ったその徒長枝をどっかで詰めとくだな。途中が吹きゃそこまで戻したいけど、できるだけ切り戻しちゃって、うん、それいいよ、落としてもこっちが残れば。うん、うん、それだけ強い。うん、 OK、 OK。 で、あと右行ってる枝の、うん、あ、いいよ。うん、それ戻して、あ、いいよ、それでいい。うん、 OK。 ちょっと下入るよ。
それがな、左手つかんでるやつが、どうしようかな。でも今んとこはないとちょっと、抜けすぎちゃうから、どうしようかな。それもう一声詰めらんねえかな、こっちの、それの、どうしようか。ここだ、ここだ。まあそこかな。まだいいかな。そんくらいにしとかねとダメなんですな。その手で持ってるあたりに、ね、一人で出てくればなんとか戻るかな。しゃあないな、残しましょう。で引っかかりを見ながら降りてな。早いでしょ、プロだもん。やっぱ前の進化って良くない。全然良くない。手ばっかりかって、こういうほら、こういう切り方するでしょ、こういうとこブツって。だからもう徒長枝がいっぱい出ちゃう。もう3年目の徒長枝でしょ。結構苦手だな。でも怒って開いちゃうんですよね。でもまあ、確かに、まあ今時期はちょっと寂しいかも。でもこんだけ切った割にはゴツゴツしてないでしょ、ね、柔らかさが残ってる。もう今更だろうね。今更落としたとこで間に合わないよな。癒着しちゃってんだろうな。手遅れだね。まあくっついてないだけいいか。